フランスの新聞フィガロは23日、造船企業ナバルグループのポムレ最高経営責任者のインタビュー記事を掲載しました。ポムレ氏は潜水艦の開発計画の破棄に伴い設備の解体費用などが発生するとしてオーストラリアに対し数週間以内に請求書を送るということです。請求額は明らかにされていません。オーストラリアはナバルグループとの間で総額7兆円ほどで潜水艦を建造する契約を結んでいましたが、それを破棄しアメリカとイギリスから支援を受けると発表していました。一方、フランスのルドリアン外相は23日、アメリカのブリンケン国務長官と会談し、両国の大統領による電話会談は行われたものの、危機から脱するには時間がかかり行動も必要だとする声明を発表しました。